名の大地に勇姿を表す16頭のフェブラリー本馬場入場です。去年の3着は久しぶりのステージは武豊とともにバトルラインズ。人気薄の名将には気をつけろ、戦国を制した名将元成。東京コース4割の連帯実績にかけるウィンドフィールズ。唯一の防衛チャレンジは船橋所属のワンチャンプと佐藤悠基騎手です。勇気がなければ戦えない、優しくなければ王者の資格はない、ブレイブテンダー岡部幸男と田中清隆調教師が1年前の再現を狙うグルメフロンティア。首差で逃した栄光は硬い格子で奪い取れ、ストーンステッパー。忘れた頃に野生の猛威が隙を突くワイルドブラスター。8ヶ月ぶりのレースはグレード1初挑戦です。ヘセウスフリーゼ重賞キャリア31戦、未だかなわぬ頂上制覇に向け藤野真剣王。スピードを見せつけた雪のダート、舞台は変わってスーパー中山。芝短距離で光った潜在能力、もちろんここでもワシントンカラー。藤沢厩舎の秘密兵器、影なき追跡者シャドウフリーク。未知なる砂の惑星に8歳にして挑む稲妻隆雄。初のマイルに準備はいいか、オリビエ・ペリエの無知に応える MI ブラン。そして統一 G1 南部杯のウィナー、ドバイに道は通じるか、大気シャーロック。16頭が開始前と入っていきました。さて、王女の記憶は白い帽子によみがえるか、ダンスプリンセス。未勝利を抜けるとそこは七色の栄光だったオーロラマキシマム。牝馬グレード1解禁賞、充実の季節にオータムリーフ。デビューからわずか37日目、奇跡を起こす日曜日アドマイアサンデー。そして6番、府中の直線バージンロードを加速していけエリモエクセル。超エリート血統で勝利の舞はバリアシオンバレー。直前の惚れた晴れたは過去のこと、明日にかけるロンドンブリッジ。君の名は驚きと喜び、今日は本当の笑顔を見せて。波乱を呼ぶ逃げは見られますか、山の旋風。磨き上げた素質に真実を諦めきの中、ナオミシャイン。実力の違いは自らのハートで示せ、ラティール。叶いそうで叶わない洗礼の旅にピリオドの時、バプティスタ。まばゆいばかりのゴール板、いつかどこかでエアデジャブー。美しさを武器に立ち向かう瞬間が来た、サラトガビューティー。そして歌詞も染めるか、小長男二冠に向けてパレノプシスト武豊です。私だって G1 ホース、3歳の花嫁アインブライド。100% で返せ、トライアルでできたこと、マックスキャンドゥ。そして最後にクラシックのゲートから野生を解き放て、マイネエルザ。18頭が今芝コース、思い思いの返し馬へと入っていきます。中央の勲章はこの一つだけ、冬の日差しに砂のきらめく晴れ舞台、16頭の本馬場入場です。シリウス初の重賞制覇で勢いに乗っていけ、誠雷電。2年前の1番人気、逆襲の石は固い、ストーンステッパー。中央ダートの最前線で体を張ったプライドがあるバトルライン。去年万馬券の2着馬、人気がないならもう一度名将元成。歴史が走る14歳馬、95戦目の旅路です。ミスター東人、節分より先に福を呼び込むか、待ちかね笑う角。桜の逃げ馬、2年ぶりに砂を走る競泳マーチ。
得意のマイルだからこそダート初体験でもいいですか、ビッグサンデー。さあそして赤いマスクのヒーローがゆっくりと登場です。中央の舞台フェノールで駆け抜けろ、岩手から来た名声オペラと2000勝ジョッキー菅原勲。ダート通算10勝もフェブラリーは未解決、ついてきた前ワトソン君、ハイキシャーロック。残された課題は距離だけ。砂のスプリンター悲願の G1 へ、ワシントンカラー。今日が区切りのデビュー50戦目、世界をかける武豊と共に MI ブラン。ここを勝ったらジャンボに進化だ、一気に頂点を目指せ大隅ジェット。ササバリを打って4ヶ月のリフレッシュ、テセウスフリーゼ。ジャンプ界で味わった厳しさ学んできたからこそ、岡部と答える去年の3着馬シャドースリーク。11回目の G1 レースはサンダースとともに、お前も若いな堂島無敵。さあ16頭が本馬場入場、返し馬にもうすでに入っていきましたけれども、組む17頭のステージイン、本馬場にその勇姿を表しています。春のマイル王、未知なる距離に鉄砲で挑むエアジハード海老名正義。逃げを打つには絶好の枠です。スピードに粘りも加えてアンブラスモア菅井直輔。中のターフは4戦3勝、得意の形に持ち込めば桜並木王田中剛。去年の春の天皇賞馬、あの輝きをもう一度、メジロブライト川地博士。1年遅れの秋の盾、思い出せ5連勝大和石田志位博文。シルバーメダルもブロンズも俺の名前にはかなうまい、セイゴールド熊沢重文。1番人気のジンクスを打ち破れ、サツキ君に勝馬プライドをかけて西雲スカイ横山典弘。左回りは5勝の実績、後方一気に優勢トップラン松永美希夫。ダービー馬が出ます、春秋縦連覇、ラスト参戦のカウントダウンスペシャルウィーク武豊。速い流れに果敢に絡むか、止め分け棒サイレントハンター吉田豊。何が常識で何がセオリーなのか、藤沢厩舎の枠なきチャレンジ、スティンガー岡部幸男。今年の皐月賞7着馬コマを相手に、意地はどこまで、シルクガーディアン田中カッサル。ノーザンテイスト最後の大物、4連勝の先に見えるのはクリスタブレイブ的場仁。全ての努力はこの日のために、3年半ぶりの G1 ステージ北海武装エダテルを。グランプリホースに花さすめをって夢は膨らむ名勝王道飯田裕二。クラシック無冠の悔しさを晴らす時は来た、キングヘイロー柴田義富。 G3G2 と極め皇帝の血が大舞台に踊る鶴丸剛藤田真嗣。17頭が本馬場に姿を現しました。過去の通算成績、海外招待馬の13勝、日本9勝で迎えた第23回ジャパンカップ、本馬場入場です。最内枠仮柵沿いに逃走経路を確保せよ、踊るタップダンスシー佐藤哲三。クラシックでつながらなかったホットライン、日本最高の補佐官を背に桜プレジデント武豊。そしてフランスデビューからアメリカへ移籍、日本人オーナーのもと、これぞインターナショナルレノン、アメリカコーリー中谷。4番です。赤道を越えてやってきた6年ぶりのオセアニア代表、フィールズ・オブ・オーマー、オーストラリアスティーブン・キング。1年前出遅れて失った日本の連覇、国内最強のプライドはこの日の雪辱で取り戻す、シンボリクリスエスオリビエ・ペリエ。京都東京センチメンタルジャーニー、マドマーゼルの心は癒えてアナマリー、フランスクリストフ・ルメール。最も早い2着の末足が大使を抱く国際舞台、鶴丸ボーイ横山典弘。
看馬、思い出の府中で日の丸の救世主が今立ち上がるネオユニバースミルコデムーロ。香港含めて G1 3勝、ドイツ連、ドバイ連2着、海外遠征にひるまないトリコロールの強さがここに。アンジュ・ガブリエル、フランス、ティエリ・ジャルネ、秋 G1 完全燃焼へ、菊花賞だけではまだ足りない、ザッツ・ザ・プレンティ、安藤克実。コバ G2 タイトル2つを胸に、時計のかかる馬場が綾となる、アクティブバイオ、武幸四郎。新潟記念での2年7ヶ月ぶりの勝利はトニー・ヴィンサンクを覚醒に導くダービーレグの三幸秀明。世紀のゴール番勘違いから10年、殿堂入りトレーナーの悲願は再びブリーダーズカップダーフ馬に託されたジョファー、アメリカ、アレックス・ソリス。ボバを相手に接近戦を繰り返す女王陛下のリボンの騎士、イズリントン、イギリス、キーレン・ファロン。渓谷にこだます蹄の音は、道端のターフにパワーを示すスルーバレイ、アメリカ、ホルヘ・ジャベス。馬体ぴったり、去年花佐の2着馬は正常期に2度誓いを立てて、サラファン、アメリカ、ビクター・エスピノーザ。エリザベス3着で受け取った招待状、虎の王は男どもには踏ませない、タイガー・テイル、フランス、ティエリ・ジレ。不屈の翼に希望を乗せて大外枠から日は昇る、サンライズ・ペガサス、柴田義富。激突頭数9対9、勢力互角の全18頭、本馬場入場を終えて返し馬、に入っていきましたけれども、緑の爽やかな風が運ぶのはクラシックの調べ、第64回皐月賞、心を決めた18頭、本馬場入場です。まず白い帽子は2番です。朝日杯以来2度目の芝に挑む、怪しきかな砂漠のサバイバー、名将宗則、武幸四郎。2歳チャンピオン、初めての 2000m に必殺のスペシウムを打て、コスモサンビーム、ダリオ・バルジュー。3歳マイル王、有力候補に体半分差、宴の準備は整った、カリプトパンチ、岩田康成。サツキ舞台の重賞ウィーナー、車台の勝負服に誓うフォーカルポイント、横山典弘。トライアルレース、最後に伸びた手応えを信じて、才能ひらり、京和スプレンダー、佐藤哲三。遅れて掴んだグレードタイトル、さらば大いなる眠りを、ブラックタイド、武豊。6戦4勝、連敗10割、クラシックへの最速シャトル直行便、名勝ボーラー、福永祐一。惨敗を喫した前走の謎が今ここに解き明かされん、ミスティックエイジ、池添健一。勝ちきれないもどかしさに別れを告げて、アメリカサンバが名乗りを上げるアポインテッドデー、エダセルオ。明け3歳 G1 への道は理由なき逃避行から始まった、グレイトジャーニー、小牧仁。木更木の京都で見つけた勝利の流れは、大会を求めてマイネルブルック、藤田真嗣。そして15番です。府中で刻んだ上がり33秒3、第3の男に気をつけろ、マイネルデュプレ、柴田義富。メンバー唯一の3歳デビュー、若葉の季節に女神のキッス、ハーツフライ、安藤克実。指定オープン2着滑り込み、2歳戦でのレコードかければ鈴鹿マンボ、海老名正義。さあ、そしてクラシック北の0年、1200km の移動を経て、コツモバルクと五十嵐冬樹、キタリラはファルトーカラジ。そして最初に1番、最内枠から奇跡の逃げを見せてやる軍団の切り込み隊長はマイネル・マクドス、後藤博樹。その他7枠の両馬、一番先に入ったのがメテオバースト、それからマイネル・マクドス同様、後ろから入ったのがダイワメジャーです。さあ、こちらは日曜日の静寂を破る栄光へのカウントダウンファイナル、メテオバースト、内田博之です。
最後にダート9馬身の圧勝から3ヶ月、キャリアは全て中山にあり、大和メジャー、そして去年ネオユニバースで制したミルコ・デムード騎手です。大一番を前に緊張感が支配します東京競馬場の昼下がり、決闘の舞台に姿を現す17頭です。バラのつぼみは抑えて咲かす直線一発夢の鞭、ビーターローザ小牧太。3歳マイル王が5歳で迎えた完成の時、東京ターフはこの日のためにテレグノシ勝浦正樹。東京競馬場芝 2000m 新馬戦デビュー勝利から早1年シェルゲームと56歳のバースデー岡部幸男。2週間前に人気独占のレディーリベンジ、気分はシャルウィーダンスインザムードクリストフ・ルメール。永遠の別れとなった母鶴丸ガールに捧げるグレード1の末脚鶴丸ボーイ海老名正義。前哨戦しんがり人気で逃げ切った鮮やかなスガルサヨ、当選ダンディー枝照夫。父玉もクロスは昭和最後の天皇賞馬、心の声に耳を澄ませばマイソウルサウンド本田勝。先に入った馬は後ほど紹介します。9番です。冬の中山レコード勝ちから8ヶ月ぶり、時来たる桜プレジデント松永美希夫。京都では一番人気を退けてトニー・ビンサンク、胸膨らます府中です。成田センチュリー田島博和。誰も止められなかった5連勝から大舞台の手応えも感じてシルク・フェイマス C ・ヒロフミ。さあそして潜在能力認められての指示受けて、ただタイトルのためだけに全のロブロイオリビエ・ペリエ。印のなさが奇跡を呼ぶか、 G1 3勝馬1年1ヶ月ぶりの期間です。騎士ミラクル角田光一。10勝4勝侮る中で主役に向けての準備は着々、バランスオブゲーム田中勝春。届かなかった菊花賞、離されても粘った有馬記念、アンカツヨ解き放てリンカーン安藤勝美。ダービー馬が引退しても皐月賞馬がここにいる、大和メジャー柴田義富。除血と言われたエアグルーヴ優勝から7年、母と娘の道があるアドマイヤグルーヴ武豊。ハイペース逃げて沈んだ去年の秋にさようなら、ローエングリーン横山典弘です。さあもうすでに思い思いの方向回収前と入っていっておりますが、とにかく無事でなんとか出走へ、クラシックへの各陣営の思いがまさに皐月の晴れを呼び込みました。では18頭の本馬場入場です。指定オープン若葉のウィナー、デビュー以来手綱を取った武豊への恩返し、アドマイヤ富士福永祐一。未知なる 2000m で父に負けない息もつかせぬ直線一騎、トップガン城小牧太。そして5番です。トライアル2番人気の2桁惨敗、皐月賞 V3 を狙うミルコ・デムードとともにコンドルは行くバーミリアン。デビュー2連勝10勝も飾って晴れのステージにワープするビッグプラネット柴田義富。10勝2勝の実績が夢のチャンスで生きてくる、最後の直線にかけてペールギュンと池添健一。砂漠に3度届いた勝利の雄たけびにライバルたちはグーの音も出ず、大和キングコン北村博史。前線続きの一勝馬、心の声に耳を澄ませば見えない何かが見えてくるシックスセンス C 博文。7年前の一番人気、父の無念は忘れていないスペシャルウィークの子パリブレスト田中勝春。一週前に桜咲かせたエンドスイープサンクとの危険な関係、タガノデンジャラス安田康彦。
毎日杯で取り戻した華麗なる馬大地族のプライドを胸に同然クロイツ安藤克実。さあそして最上級の期待を受けて無敗の巨大彗星クラシック体験に突入の時は迫る。ディープインパクトと武豊。ステップレースは中山戦に、距離延長はキャリアでこなすエイシンバイデン武光志郎。年明けすべてサツキの舞台でラストテストラン、いい日旅立ち、エキゾチックにアドマイヤジャパン横山典弘。さあそして18番です。前哨戦を勝ったくらいじゃ歓喜の舞は始まらない。4戦3勝ダンスインザモアと海老名正義。17番はスキップジャック勝浦正樹、中コースの G2 ウィーナーが跳ねます。さあということで、まあ先にもうすでに入りました、あとはマイネルデコルト、それからストラスアイラ、こういったところが、あと混合力賞ですかね、ちょっとご覧いただくことができなかったかもしれませんが、あ今4番のこれが混合力士王藤田真嗣。ディープを相手にひるんでしまったデビュー戦から大一番、待ったなしの時を迎えています。そして通算4勝の2歳チャンピオン、逆襲の中山グレード1に向かってマイネルデコルトと後藤博樹騎手。テーマ入ってきて思い思いの方向で返し馬入って、そして今はもう落ち着いている各馬ということになりますが、さあ早速東さん、はい、ディープインパクトからちょっと年前の春に競走馬として運命付けられ生を受けた8966頭、これから紹介します18頭こそがホースメンの夢の代表です。ダート2勝馬、出走の権利高々と英雄の証明、ブレイブハートケント・レザーモン。メンバー最多5回目の府中挑戦、生涯一度の舞台なら西のどこまでも田中勝春。サツキ9着、傷ついた栄光に華麗なる一族、逆襲の同然クロイツ安藤克実。オープントライアル田中でも見とった大いなる賭け、再び栄新二山柴田義富。さあそしてやってきた飛田飛行機だ UFO だ、いやいや違う、ディープインパクトの武豊だ。史上6投目無敗の2冠馬へ、グリーンカーペットが広がります。2005年の G1 ハンター、福永雄一とともに日本一の大号令アドマイヤ富士。豊を初めて優勝に導いたスペシャルウィークの子が最高に名乗り、人気ライに佐藤哲郎。初勝利から8週間、50万馬券の逃げ粘り、シャドーゲート小野次郎。そして10番です。1年前に大きな夢を抱かせてくれたバルクの衣装で恩返し、コスモオースティン武光志郎。春の G1 3連続、胸を張っての更新はペールギュンと小牧太。13番です。青葉賞でのリハーサルを経てダービー最多勝利枠、13番の日曜日ダンツ吉兆藤田真嗣。首まで覗いた衝撃の接近遭遇、弥生の体験者各語りき、アドマイヤジャパン三幸秀明。1勝2着3回でたどり着いた東京のプラチナシート、本当の才能を知らない君にシックスセンス C 広文。6年前の6月6日、父アドマイヤゲッペが一等星の輝きを放ってシルクスルーパー松岡雅美、ダービー初挑戦です。平成14年2月生まれの最年長、キャリア15戦目シルクネクサス松永美希夫。デビュー5戦3勝も戻り足りないステージがあります、ダンスインザモア海老名正義。そして9番アイルランド生まれの闘志、ディープに三度果たし状混合力士王池添健一。さ
最後に一番先に本馬場入場を果たしました本命に負けない通算4勝2歳チャンプの誇りとともにマイネルレコルト後藤博樹以上の18頭を紹介いたしました。エンペラーズカップ100年記念歴史と伝統の重みを十二分に感じて18頭の本馬場入場です。第132回天皇賞秋夏の札幌で男馬を蹴散らした天使降臨ヘブンリーロマンス松永美希夫。そして3番ですムチオフルーは三冠ジョッキー今日が G1 独立の時リンカーンと武豊。1春のマイル王府中への帰還を緑のターフが告げる浅草田園海老名正義。そして6番です G12 勝の初歳馬が奏でる逃避行のリズムはタップダンスシティ佐藤哲道。歴史に残った青い帽子の7番ゼッケンこの勝負服が目に入らぬかホーキパーウェーブ藤田真嗣。復帰を飾った3歳 G2 さらに険しき道を行くキングストレイル福永雄一。我こそは小倉のトリプルクラウンキーワードにので名勝街道三幸秀明。ダービー2着宝塚2着に1リットルの涙流してハーツフライクリストフ・ルメール。そして12番です1年前の替え添え人は迷える桜の女王を目覚めの季節ダンスインザムード北村博士。年度代表は完全試合の秋が来ました。関東孤高のヒーロー全野ロブロイと横山紀弘。そして14番今ジョッキーがまたがりましたヒロインは夢舞台のヴィーナスへ追い込みの百戦美スイープ東証池添健一。各馬が思い思いのタイミングでコースに入ってきています。15番約束の東京ストレート勝負彼はきっとやってくるテレグノシス勝浦正樹。2度の故障を耐え抜いて信じる魂日はまた昇るサンライズペガサス後藤博樹。除血の母に並びたい嫁入り前の願いですアドマイヤグルーヴ上村博之。そして新馬以外は重賞タイトルもう銀メダルはいりませんバランスオブゲーム田中克春。11番骨折明けでも期待されたディープな対抗はストーミーカフェとシーヒロフミ。そしてあっと言わせた13番人気春は北手連覇へ今度はウー鈴鹿マンボ安藤克実。そして3連連続ゴールを狙うフランス人の野望を乗せてハットトリックとオリビエ・ペリエです。各馬がさーっとここは返し馬をもう済ませてという11番はストーミーカフェ新ひどふみ。時です世界を相手に第30回ジャパンカップ本馬場入場です。ファルブラブのイタリアからようこそ初めての左回りはお気に召したかお笑い師ミルコデムーロ。3歳ヨーロッパへの挑戦は実りの秋を信じてこそのサツキ賞馬ビクトワールピザマキシムギュイヨン。重賞未勝利侮る中で末は博士か大臣かダンディーのイギリスポール・マルレナン。府中6勝みなぎる自信その直線は風のごとく年は7歳新年藤田真嗣。巡り来たるはスウェーデンカナダそしてボンジュール東京モアズウェルズフランスセバスチャンマイヨ。サツキ4着ダービー菊2着2歳チャンピオン紅の誓いローズキングダム武豊。
たとえゲートを決められなくとも明日は明日の風が吹く。ペルーサ安藤克実、到着受けての再出発です。春の天皇賞馬ジャガーメールとスノーフェアリーのライアンムーア、ホームで味わった中山フェスタの後ろ姿に乾杯。フランスのティモス、オリビエ・ペリエ、筋肉痛から休養十分、堂々日本ダービー馬、東京2400の記憶とともに、エイシンフラッシュ、内田博之、グランプリホース、遠征2着の悔しさ晴らす、凱旋時の声、中山フェスタ、海老名正義、ボーナスをもらって家路につこう、カナダ国際 G1 優勝馬、アイルランドのジョシュアツリー、コルムオドノヒュー。外国馬にさらわれたエリザベスの称号、さらなる大舞台で逆襲の名将ベルーガ、池添健一、花さ届かなかったゴールへの思いはウォッカジョッキーの力を借りて、オーケンブルースリー、クリストフルメール、条件戦卒業の後はこれが3戦連続チャレンジザグレード1、フィフティープルーフ、カナダ、ジャスティン・スタイン、五冠牝馬の窓辺には世界の絶景果てしなく、府中で負けなし眺めよし、ウエナビスタ、クリストフ・スミヨン、凱旋門賞の追加登録から夢は広がって、ムッシュ・ドービル大賞、フランスのマリヌス、ダビー・ボニア、そして最後に大外18番枠、フランスからわしは舞い降りた、シリス・デ・ゼーブル、フランク・ブロンデルです。18頭が早くも返し馬に入っていて、